これは何なんだろうと、まあ、熱中症なのかな、まあ、暑かったので、熱中症なのかなと思いながらも、仕事をなんとか終えて、要は作業道具ですかね、道具を車に、積む時も、後ろから引っ張られたような形に、倒れたり前にも倒れたりながらも何だろうなというふうな形であり、それでも荷物を積んで車にもエンジンをかけました。で、作業道具を一つ忘れたと自分の中で思い出して、でそのお客さんのところに取りに行く間も 2,3 回ですかね、こけてまたで、あれなんだろうな、これはなんだろうなと思いながらも、物を取りに行ったところに、そこで倒れました。痛みは全くなくです、なくですね、ただ、よろけて倒れる、それも一度二度ではなく、まあそうですね、時間で言ったら5分10分 の時間で10回程度、本当に感覚が、なくなるんですね、まあ通常で考えればよくわからない、本当に対応ができないというか考えづらいことが起きました。様の奥様に、見つけていただいて、これはまずいって形で、病院に連れてってもらいました。で、緊急にですね、先生が対応してくださり、ただ私自身は、記憶があってですね、先生が何かを話してる、何をしてるのかなっていう記憶はあるんですが、ただ、その時点でも、足、あと、口ですね、要は失語症っていうのがもう発症してまして、口が回らないんですね。で、私がただ一つだけ覚えてるのは、先生、右手が上がらない、右手が上がりづらくなってきた、あれおかしいな、右手がっていうのは私も今でも覚えてます。右手が動かなくなる、なんて言うんでしょう、血の気がなくなるっていうか、こうどん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 重いものが乗ってくるっていう感覚ですかね。でその、数分、1分2分の間にもう右手が上がらなく動かなくなった、瞬間を今でも覚えています。利き手を交換しないといけないレベルだったら、かなり動いてはきたんですが、ただどうしてもやっぱ感覚の悪さ、右足もそうですけども、走れないんですね。走れるほどまでは行ってない。好感はあるし、まあ、鬱になったと思います。鬱という死んでもなかったんですが、まあ、でも鬱だと思います。基本動かないっていうのを多分やっぱりなった本人しか多分わからない、動かそうとしても動かない、この感覚はもう絶望でしかないですね。まあ、社会復帰のことは考えましたね、途中から。ただそれができるかどうかっていうのもわからない、もう絶望でしたね。まあ、今後仕事に復帰できるのか、もちろん、生活できるのか、先生には一生車椅子という可能性も考えた方がいいと言われた、私は言われてませんが、まあ、妻の方が言われたみたいなんですが、その場合やっぱり家族を養えるかいろいろ考えました。正直勝手に私自身が本当に一人になった方がいいんじゃないかと、本当不安だったし、よく泣きましたね、一人で、泣いてですね、そういうこともいろいろ、まあ思いました。本当にいろいろ思った中で、この、まあ、選択ですね、今のこの選択まで、まあ、たどり着きました。ここまで回復したのはですね、病院、もちろん6ヶ月間入院、三保の病院で入院させてもらいましたけど、その後も、リハビリを続けたんですね。約今発症して3年目ですね、2年と 8ヶ月くらいかな、経つのかな。で、今でももちろんリハビリは続けてます、ね。なんで逆に病気してまでそういうことの会をやろうかと思ったきっかけがですね、リハビリを頑張ると動くんです。これは、動きました、私がですね、でそれを皆さんにも伝えたい、あと退院後脳卒中の、まあ、方々
なった方々、仕事に復帰することがほとんどできてないんですね。それが私はちょっと悲しくてですね、脳卒中の、まあ、会というかですね、このコミュニティを作って、情報を共有してですね、仕事を一緒に探してる会でもいいだろうし、そういうことを、やっていきたいなと思ってですね、今、活動をしています。社会復帰の支援ですね、あとリハビリ支援、要は障害を負っても社会復帰を目指している方をと一緒に活動をしたいという形で今活動はしています。今春になって、ちょっとコロナ禍ということもあるんですが、それはコロナの感染予防をしながらですね、6月のですね、一応予定としては5日に、パラリンピックという形でですね、運動競技場を借りまして、そこで皆さんと運動会をですね、やろうかなというふうに企画しています。でそのためにやっぱり力、体力作り、等々を含めてですね、毎週日曜日に、春のウォーキングを今、皆さんの会の方たちと一緒に歩いたりとかして、それも、リハビリですね、いわゆる、リハビリをしながら、頑張って、やっております。でもちろん今年としては、あとは、町にイベントだったりとかですね、そんな形で脳卒中ということはどういうことなのかという形でですね、情報を発信していければなと思っております。要は、病気になった方、もう一人、もう一つ、要は作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、医者なり看護婦さんたちとかですね、要は修行の方々、要は先生方ですね、を交えた、交流の場なんですね。それはどこを探してもないんですね。よくあるのが脳卒中の会、要は脳卒中の方だけが集まるっていうのは、私はそれだと要は意味がないと思ってたので、今その先生方っていうのも大体、20名ほどの参加の方がいらっしゃいます。ただ今後も、この活動を続けていてですね、要は一人でも多く、会員になっていた、もちろん無料で会員になれると思いますので、無料で会員になっていただいて、イベントの、その設営だというのも、その当事者が基本的にやりますので、でそれをサポートするのが先生方ですね。そんな形の、会ですので、よろしくお願いします。私自身は、仕事が、あったので、社会復帰は、すんなりというか、できたんですね。あとここまで体が動けるようになったのでできました。ただ本当にほとんどですね、半分以上かなは仕事に戻りたくても戻れず、そういう人たちを一人でも多く社会に出させてですね、仕事を一緒にできたらなというのが今の夢です。